できるなと思った特徴3選。ごめんなさい、笑っちゃって。なぜ笑っちゃったか、仕事できる人多すぎて3選どころじゃないんですよ。それ言ったら元も子もねえよってことをまず1選目言います。成果出してくるまで早い人、これは仕事できますね。まあそりゃそうだよね、成果出してるんだもんと思うじゃん。でもね、これね、異次元級に早いんだよね。例えばなんだけど、売上のパターン言います。うちの会社の中でコンサル課を立ち上げます、じゃあリーダーやってくださいっつって、うちの山本っていう人間にリーダー張ってもらいながら、まずご本人にねやっていただいたわけですよ。あの人 SNS とかほとんどやってないのよ。発信もそんなに実は強くないの。いや頑張ってるよ、でも見てもらうと分かるんだけど、そんなに、ね、影響力ないのよ。でもね、トータル1億の契約を持ってくるまでかかった期間がね、5ヶ月か7ヶ月かな、ゼロからね。このスピード感やばくない？どうやってやってたのかって全部足で取りに行ったの。あの人バケモンだよマジで。絶対に回したくないもん。うちのマネージャーの山田っていうのがいますけど、彼に関しても、例えばこういう物件探してきてほしいですって言ったら、もうすぐに候補出してきて、これいいっすねって言った瞬間、あ、実はもう内装プランももう作ってありますって、それも出してくるんだよね。お、これってちょっと気になってるんで攻めてってもらって、これまだね、僕の部下じゃない時にやってくれたんだけど、銀行の借り入れ事業計画書まで作って全部出してくれて、代わりにやってくれてたんだよね。で、俺何が起きたかっていうと、大家さんに挨拶1回しに行っただけでお店できちゃったんだよ。これには正直驚いたよね。だから今ね、2つのちょっと事例言いました。1つが成果を出す人、もう1つが先回りして全部やっとく人、最後のもう1つね、大枠が作れる人。これどういうことだろうって思うかもしれないけど、小さな01を立てるっていうのはすごく大事なんだけど、ルールメイキングをちゃっちゃちゃっちゃとやっちゃって、このルールの中でどうやって市場の人たちにプレイしてもらおうかって考えられる人かなっていうような考え方です。もうちょっと分かりやすく話すと、例えばですね、本当にすげえなと思う人って、サッカー一つとっても、じゃあ自分がサッカー選手になるためにはどうしたらいいのかみたいな考え方ではなく、サッカーというビジネスを使った展開って何かできないかなっていう風な考え方をしたりだとか、サッカーのルールをどうやったらルールメイキングをした人が熱狂する箱を作れるのかなっていう風に考えるわけですよ。わかりますかね。誰かが作ったものの考え方ももちろん素晴らしいとは思うんですけど、そもそも自分が箱すらも作ってしまうっていうような考え方、人が動くプログラミング、ルールメイキングが上手い人、これを作るのが上手い人が仕事できるケースってのはすごく見てきました。実際に会社ってどうやって人が入ってきてくれて、どうやってその入ってきてくれた人が自己成長、会社成長のために熱狂して動いてしまうのかっていうルールメイキングだと僕は思ってるので、それを淡々とできる人ってのはやっぱり仕事ができるっていうよりも、そもそもの捉え方が違うっていう感じですね。なので今あえてこの3つを言いました。あなたはどれに当てはまりますか？この人仕事できるなと思った特徴。